どうも、ピクルス登場。と、やや、どうもどうも。ね、まだ。今日の企画なんですけど、おい。ノープランクッキング。ね。説明します。今から、ガゼルと一緒に撮影をするんですけど、ちょっとね、ガゼルに飯を食わせてあげたい。だが、今回は何を食うか決まっていないという。まあ、それがノープランクッキングということで。今からね、買い出し行ってね。うん。ノープランクッキング。怖いよ。怖いね。何できるかわからんね。怖いよ。ということで、今からメンマと買い物に行ってきまーす。いやー。で、帰ってきました。で、買った食材がこちら。何作るでしょうね。もう、あっという間。いや、銀色のやつって言えよ、お前。銀色のやつって言えよ。くぅー金、金に冷えてやがる。うるせえでも早く説明するで、あーごめん説明する。1個目はハンバーグなんですけど、ハンバーグは私担当します。もう1個は、まあ、メンマに任せるということで、ね、送っていきます。聞こうか。で、今日は3人で飯食うってことで、2合ご飯を炊いていきますよ。まず、ハンバーグ作るってことは玉ねぎいるだろうって話。肌の色の違いがすごい。あー、ピクとね。それがいいところ。真逆なの。髪の量も違うし。なんでね、肌の色や目の色で判断するような人間になってほしくない。それはね、あるよ。人ってあったかいなって思うこといくらでもあるもんね。ちょっと違うこと言ってる。ちょっと俺もなんか、外国人。これ冗談だけど、外国人にまつわる話で、都市伝説みたいな。まつわる。なんか一人でラーメン食べとって、知らん白人のダンディのおっちゃんに絡まれて、うん、朝まで餃子食いながら二人でビール飲もうってことがあって、身振り手振りで、なんかわからん言葉とかもある。で、最終的にそのダンディのおっちゃん全部払ってから、払ってくれた。それも僕も楽しみ。ついに自炊を始めようと思ったもんね。サラダ油買うの忘れて、隣の人に借りに行こうと思って、半裸のフィリピン人の姉ちゃんが出てきて、すいません、サラダ油借りたいんですけど、つったら、いいよいいよ、うちいっぱいあるからこれ持ってきな、つって、新品のサラダ油もらったって話で、あったかいなと思って。っていう。滑らんな。滑らんな。フィリピン人のお姉ちゃんあったかかったけど、格好は寒いです、寒いですよね。その滑らんな。オチを持ってかれるっていうね。まな板これ作り直し疑惑出てきたな、もうガゼル出てこんな。まな板あれ使ってないの？あれインテリア化したもん。うん、あれオブジェ。我が家に伝わるハンバーグなんですけど、半分は炒めて半分は生で入れるが我が家に伝わるハンバーグで、ちょっとこの粗みじんくらいが一番ちょうどうまいのがこの生玉ねぎの力で。浸った状態にブラックペッパーと塩で、このひき肉をぶっこん合わせたらもう焼くだけ。だから爆速カルボナーラに続き爆速ハンバーグ的な感じでいかせてもらえると思います。で、ここの持ち場をメンマに作ってあげて、はい、メンマタイムやっていきたいと思う。じゃあとりあえずここにね、湯が貸してあるで、俺はビールを飲んで今日もビールだな、元気で。で、まあ、まず長芋すりたいもん。その間にピクルスはエアコンの空気で粗熱を取っていく。エアコンの空気で粗熱を取って、はい、ではね、ピクルスがね、剥いてくれたのでなぜか、はい、じゃあ僕吸っていきたいと思う。それでブクブク、それでブクブク、それでブク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 してきたので僕が突っ込んだる。はい、突っ込め。で、ヘイシリ、タイマー1分。はい、無視されます。山芋ね、触っとるとね、こうぬるぬる感がね、なんかロース。調査上ではピクがこの粗熱の取れた炒めた玉ねぎとこれを合わせていきますよーと。でこの状態になったらもう種は完成なんですけど、シャチを成形してチーズに中にチーズをぶっ込んで焼いていくと。今日はチーズインハンバーグをガゼルに食べさせたいっていうのが俺の願い。ってことです。はい、殺し終わりました。で、このたまりはどうするかっていうと、食べる。
今オクラを水にさらしてるんで、このマグロもね一口サイズに、ね、切っていこうと思う。切っていって、たまにビールを飲むと。うん、うまい。いつも作るときどのぐらいの量作るの？え、俺結構これから作ってずっとね、酒飲みながらスプーンで作って食ったの。締めとかで米とかにかけて食ってもうまいし。よし、もうあっちの直接解除で。じゃあね、さっき混ぜ合わせたものにわさびをぶち込みました。あとね、醤油、結構これかけていいと思うので、ね、わざとね、納豆何も入ってないとかあったからたまらんですよ。大体まあ1個あたりハンバーガーこれくらいの大きさで、この中にこのチーズをたいいね、最高。とりあえずガゼルアングルで伸ばせ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 、2杯あ、いいねいいね、2杯、3杯いっちゃえ、3杯いっちゃえ、3杯。はい、これとハンバーグっていう組み合わせね。めちゃくちゃいい。いけ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 、溢れ出るチーズ、いけいけいけ、すげえ。どう、なんか尊い日どうですか？いいな、玉ねぎの、そうそうそう、ザクザクでいい感じに食感あるでね。このままでいけるやん、そのいける。メンマさんも食べてください。メンマシーン、くー、キンキンに冷えてやがる。そればっか。え、初めてピクルス飯食うかもしれない。すごい俺が好きな感じ、この肉肉しさも残っとるし、はい、でその中でなんか玉ねぎのね、この食感も殺さずね、はい、うん、なんかいいバランス。今日はね、うん、うん、こういう感じで、うん、ガズレに作ったって言ったけど、俺らがっつりバイブス上げて食っとるで、まあ楽しいご飯会って感じだね。美味しくできたね。こういうのね、たびたびなんかやっていけたらなと。勝手に決めとるね。決めましたね。はい、いや、なんか俺は自分食いたいもの勝手に作っちゃったから、ちょっとね、はい、申し訳ないなと思ったけど、うん、俺が好きなね、おつまみじゃないけど、まあ、こういうのもありますよっていう。まあ、僕は結構お酒好きやね。長いもんでもう食べとるわね。しまったよっていう感じで、またね、会いましょうということで、またね、じゃあな。一緒に行こうぜ。僕、あのハンバーグが結構なんか肉肉しさとかそういう味殺さないためには結構塩コショウ派なんで、塩コショウかけて食べていきます。あ、うまい。その隙にこれを、それすごいな、マジで。うん、そう。てか、健康志向すぎてこういうのに、なんか、なんていうの、至った。うわこれバリうまいから、本当に。うん、うまくない？米食えるし、朝食って感じ。